はいどうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。皆さん明けましておめでとうございます。イエイ。2020年は約200本の動画を出して、わずか1年でチャンネル登録者30万人まで行ったり、あとは徹底基礎講座や勉強アプリリングのリリースなど、皆さんのおかげでいろいろと活動することができました。2021年も一層羽ばたいて、皆さんが面白いな、ためになったなって思える動画をたくさん出していきますので、今年もよろしくお願いします。今回は掛け算を早くする裏技。皆さん 43×47、 実はですね、誰でも3秒で解けるんですよ。この 43×47 は2021なんですね。2021年の入試問題でこの掛け算出そうですよね。ということで、今日から誰でも使える掛け算を早くする裏技紹介していきます。それでは初めに、なんとか 15×なんとか15の掛け算の裏技を紹介していきます。例えば 25×25、 これもうね、一瞬でできるんですね。ポイントはこの10の位が同じことで、1の位が共に5であること。どういうふうに計算するかというと、まず5525ね、1の位をかけるで、次10の位の片方を1増やす、だから2が3になると、で 2×3 をしてあげると6ね、答え625というふうに出すことができるんです。楽勝ですよね。他にも 45×45、 これもね、10の位が一緒で1の位が共に5ということで、5525で、ここの部分1増やすと 4×5 になって20と、だから2025というふうになるわけ。まだまだいくと 85×85、これも同じく10の位が一緒で1の位が共に5ということで、5525と、片方ね、10の位は9にして 8×9 の72と、7225というふうに瞬殺できるわけです。ちなみにこれ応用もできて、105×105。こういうふうに3桁の場合どういうふうに考えるのか。これは10の位が10だと。ね、いうふうに見てあげることによって、1の位が共に5で、10の位が共に10。よって、5525と、10×1 増やして11で110と、11025というふうに求めることができるわけです。ということで、次。これが、なんとか 15×なんとか15の裏技。実はこれ一般化できて、例えば、24×26 と。これはね、1の位が 25×25 みたいに共に5ではないんですけど、これ共通点があって、まず10の位が同じね。で、次。1の位が足して10。こういう場合は、実はね、なんとか 15×なんとか15じゃない場合でも同じように裏技を使えることができるんです。今回の場合で言うと、足して10なわけだから、4×6 で24と。で、ここは同じように 2×3 にして6というふうに求めることができる。同じように 77×73。これも10の位が一緒。で、1の位足して10だなっていうことは見抜ければ、7×3 が21ね。1の位かけて21。この部分に 7×8 で56というふうに来て、5621と求めることができる。じゃあ、43×47 はというふうに考えたら、これも10の位が一緒。で、1の位が足して10なわけだから、3×7 が21で、4×1 増やした5が20と、こういうふうに求めることができるわけです。ということで、2021を素因数分解しなきゃいけないっていう問題に出くわしたとき、これ 43×47 見つけるの難しいよね。で、これ別にね、覚えなきゃいけないわけじゃなくて、一個ね、覚えておくとすれば、2021って確かこの裏技を使うんだったな、っていうことだけ押さえとけば、もう見えますよね。21は 3×7。20は 4×5。ということは、1の位37で、これ44にすればいいんだ。43×47 だ。っていうことが、こっから逆算で求めることができますよね。ということで、この掛け算の裏技をしっかりと押さえておくことで、2021年の問題解けるようになるかもしれません。この裏技知ってる人本当に少ないので、ぜひ周りの友達にも自慢しちゃってください。今後もね、こういうふうに友達に自慢できるような動画をたくさん出していこうと思ってるので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画出してほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。